首を洗って待ってろよ、アンドルフ。さて、俺はこうするけどね。に乗るなよ、ダボス。きたな、お前ら。坊や、この新しいおもちゃで遊んであげよう。親父と同じでお前も甘いやつやの。仮想動物だ、アンドルフ様に会えると思ってか。もうやばいぜ、この光景。頼む。はどうかな。最後の最後までひっけえやってるで。盛り上がるだろ。もうめっちゃもうたまんなかったぜ今。俺まだまだお楽しみがこれから。あれ俺レオコンにした俺ピンクマンのやつもらったんだけど。後ろに疲れた。いった。アンドリーいなくね。アンドリーどこ行った。フォックス、後ろの敵をなんとかしてよ。俺。後ろを取られた。今までのとは違う。よし、親父さんも助けてくれたい。こうやってやるんだよ。ほらどうよ。おい、あまたレオン下げさせたよ。なんか何回攻撃してなんかね、おべ、それ確率かもしれないけれども、なんかね、変わるの立場がなんか今こうやって追われてるんですよ。どこまでも我々に逆らうしか。うん、追われてるんだけれども、今度逆に追う立場になる。でそれがね、たまらん。こいつには大金をつぎ込んどるんや。はいはい、わらすわらす。やばいな。ウルフは最後に倒したい。で俺また遊んでるからな。ちょっとそれはあかんな。まだまだだ。いいねいいね。ペッピアも安全。とりあえずスリッピーだな。ちょっとファルコンどうにかしてくんね。これどこまでも我々に逆らう。ダメだな、もうダメかと思ったやつとあれなんだよ。いいサインなんだよ。お前だっけ、お前ウルフか。お前ウルフだな。お前たちは門前払いだ。じゃあもうこれでいいのか。あと次はまたピグマか。もうこうなんつうの、全員でなんかこう打ち合いしてるというか、そのなんか場面がすごいなんか盛り上がってた。その光景がいいかったんだけど。たまになんかさ、こうなんか柱にぶつかって、なんか、なんつうの、打ってる最中にぶつかって、ね、ドカーンってとやられるときもあるんだけど、謎な感じで。やっぱな、そうそうやるか、じゃあ。これさよなら。何やとこのワッキーが得点減っちゃうからね。残りがあと1匹か。あ、消えた。あ、しくった。まあいいや。さーて、ウルフよ。軽量つけようか。ウルフ、オドネル。どういったお前。だってぐるぐる回ったろよ、く昔。座ってよお前は。どこ行ったよ、俺は走ってたよ。こうやってまたぐるぐる回んだろ、こうやって。俺後ろ行った今度。おお、いいね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 。追ってやるぜ。3度目の正直。バカ、俺より上なのか。やっと認めたのかい。ここから先は俺一人で行く。フォックス、俺昔ここでバグったんだけどさ、まあ、こうやって行くじゃん。ずっとぐるぐる回ってんだよ、この横で。でこの俺がドゥ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 でぐるぐる回ってる。1回か2回ぐらい起きたけどさ、怖えなと思って。あれ、ああ遅すぎた。もうこの時点でも超えてるはずなんだけどね、あの得点。まあいいや。まあ別に問題はない。どっちだったかな。ちょっと覚えてねえな。左か。右かな次は。あ、しくったかなこれは。あ、しくった。なんか言いましたっけ、僕何も聞こえてなかったんですけど。お前見せてやんねえから。お前顔なんて見せてやがんねえ。お前これだもん。お前これだもん。これあげるよ、これ。見せてやるか、お前なんか。俺死にさらせ、お前な。うれあっち。さすがにダメだったか。俺そう、やっぱスタルもすげえパワーアップしてんだよ、あの時点で。なんか全然今あるとは違った、なんかあれなんだろう、ものすごいパワーアップしてるんで、硬くもなってるし、ボムとかも効かなくなってるし、チャイショットも効かなくなってるんで、なんという素晴らしいことでしょう。この世を治めるのは偉大な頭脳を持つこの私。なんだこの人グロいんだ。お客様の正体か、アンドルフ。俺とっとと蹴りつけるぞ。こんなもんグロいの見たくないから俺は。よいしょっと。はい。こっから問題なんだよな。これどうすっかな、こっから。いける？ボックスいけるかい？俺たちにいけるだろう。よし、これでいけるはず。どうよ。おら！いけ！いけ！おら！よし！さよなら。逃がしはせん。お前は私と共に滅びるのだ。うわー！どんな時でも決して諦めるな、フォックス。父さん。はあ、もう。もう何を言ってるかわかんない、俺はもう何を言ってるか本当にわからない、もう。感動だぞ本当に。もうやばいもう。ここだ、フォックス。そうだ、親父が教えてくれるんだよこれ。しかもな、どうやがいてもな、親父をこすことできないんだよ、親父の背中を。これちなみにミスるとゲームオーバーになっちゃうんだよ俺。自分の感覚を信じろ。やっと言ってくれた元祖。やっと言ってくれたこの究極の名言を。もうこの言葉はもう俺の中で多分一番すごい、なんだろう、本当名言の言葉。あ、待ってくれ。強くなったな、フォックス。大したやつだぜ。いいな。どうした？いや、なんでもない。なんか何も言えなくなっちまった。放心状態だって今完全に。心がどっかに行ってしまったよ。フォックスと同じようなとこかもしんねえな。フォックスー、あー、何気ならキャットもいるっていうねもう感動だよな、もう。でまたこっちを見ると、だってお父さんに最後導かれるんだぜ。だってなんかあれ鳥肌だろ本当に。もうあれをで後ろからちょっと迫ってくると。もう一人仲間いるんだけどね、まだ出会ってないっていうそのステージがもうかなり好きなんだけどな。あー、よかった、プレイできて合計でも2時間ぐらいやったのかな。1周目やって、1周目1時間ぐらいやって、でちょっと休憩して、でもうそのままもうテンションっていうか、力尽きる前にも2周目入ってるのセクター Z で、ミサイル当たると、肩をぶっ壊れるんだよな、片側の翼みたいな、グレートホックスのさ。で、それがエンディングでも影響されて、もうほんと壊れたままでなんかもう、ちょっとかっこ悪くなるんだよね。かっこ悪くなる。ちょっと嫌だよそれなんかそういうとこもちょっと凝ってるなと思うけどね。いいよね。貫禄違うもんな。スリッピーはまあ、うん、ペッピー貫禄あるよね、やっぱな。フォックスもなんかたくましくなった気がするし、ファルコはなんか丸くなったか、ちょっと。丸くなってねえな。まだ変わんねえな、この時はな。スターフォックス、よくやってくれた。君たちさえ良ければ、我が軍に入って一緒に。いえ、我々にはこの方が不評に合っていますから。あれ、名札か？あの、F をって見えんだけど、なんか、今気づいたけど。グレートフォックス、出発準備完了。俺たちは、もう行きます。やっぱな、それがスターフォックスだよな。いいねー、めっちゃいいよね。俺この中でファルコの走りが一番好きなんだけど俺真似したもんだって、なんかもう一時なんかもう俺ね、なんか持久走大会やったんじゃん。なんかもうなんか高校とか中学でもなんかさあのなんかもう、あ、もうバカらしいな、バカらしいな俺にとってはもうよくわかんないイベントだけど、もうずっと俺もこのなんつうの、この情景をなんか頭に描いて、この音楽を流してもずっと走ってたもんでもうファルコになりきってもずっとねああ、スターフォックス僕じゃ、本当これもう素晴らしいゲームだよな。本当にもうこれ俺の中でもトップクラスに入るの、完全に多分3本指の中にも入るかもしれないこれは。あ、いいね。もうここはもうね、涙出てくるよ、本当に本当素晴らしい。ああ、やばい、もうやばすぎる、もう感動がやばい。もう何回やってもいいよな、このゲーム。もう本当いいゲームだと思う、これ。何回どころじゃない、何十回何回やってんだろうな。もう今回だって2回やったらよかったもんあればいいけどね、クリア回数みたいなもう本当ね、もう何回やってもいいよ、もうこれすごいね、素晴らしいと思う。なんか俺の本当ね、語彙が不足してるんじゃないかな、ボキャブラリーが。なんかもうなんか適切にもっとなんかうまい表現がなんか見当たらないんだけれども、本当に素晴らしいと思う。もう64ってのはすごかったなと思う、本当。もうスーハミ64ってなんかやってきたけど、本当ね、これもう素晴らしかったそこでまさに俺の中の青春時代だから1611か、またランキング外だなこれおしまいだね。おい。やっぱランキング外だな。なかなか入んねえよな、もう。これだろ、だって。なんで1986の後これ、うん。このルートが一番稼げんだよな。コーネリア、メテオ、カタリナ。カタリナまだ行ってないもんね。マークベスもまだ行ってない。他の行ってないルートに関してはまた時間があるときにやりたいと思います。とりあえず俺はぐったりします。本当に見てくれて本当ありがとうございました。俺のなんかわけのわかんないなんかわけのわかんないなんか音声がついて申し訳ないって感じだけど、なんかなんだっけ、そうね、申し訳ない。もう1周目は特にものすごいうるさかったね。もう特にスターウルフのなんか初登場あたりからめちゃくちゃなんかアホみたいな、なんかもうバカみたいななんか叫んで、なんか本当申し訳ないです本当に気分を害された方は申し訳ないと。だがお前たちを愛してると。おい、何ほんと見てるか。フォックスの字面白いな。フォックスマグラードコーネリア・ボーイング、ペバー将軍殿、川切りの金額を請求いたします高いのかねこれね。高そうだな。ああね、これ低いと俺これ以外のせいなんだろう、わかんねえ。何以外のやつだと、うん、よくやってくる、なんか見事だとかそんな感じのなんかね、感心したようなセリフだった気がするんだけど、何大体何だよな、なんか俺がやる大体これになるから、なんか楽しかったぜ、めちゃくちゃ。また会えて嬉しかったよ、俺は。もうこいつらとまたね、遊べて嬉しかったよ、俺は。冒険できて。というわけで、一旦、ここでじゃあ区切らせていただきたいと思います。スターオックス64。見てくれてありがとうございました。Thanks for watching. I really appreciate for watching this LP of Star Fox 64. 別れに多くの言葉はいらないさ。セクソーチはもう言った。Take care.